マジか。うおマジか、来たよ。はい、おはようございます。今日は超久しぶりの、亀山湖です。ちょっと前にニジマスの放流がありましたということで、まあ大きいのがねまだそんな釣れてないんですけど、ちょぼっとは出てるので、なんとかね年末終わりよければ全てよしなので、ぜひね大きいの釣ってみたいと思います。よろしくお願いします。よし、まずはバルナ、スペック2です。はい、おはようございます。今日ですか。今日は頑張るだけですね。あ、よろしくお願いします。ありがとうございます。お願いします。ニジマスはちょっと大きいんだよね、多分ね。岸ベタベタをこう泳ぐイメージじゃないので、だけど沖ただ投げるのもあれなので、やっぱ岬だね。今日は岬と岩盤かな。はい、ビオモーナ。昨日の晩考えたんだけど、これニジマスっぽくね、サイズ感が。ちょっと縦に動くけど動きのピッチとね、こうニジマスのボリュームと釣れると思うんだよね。よいしょ。おお、来た。マジか。おお。マジか、来たよ。わあ、バレた。ちょっと。やっちゃった。やっちゃったよ。今のね、50どころじゃなかったね。57。そういえばあそこたまに大きいのついてる時あるんだよなと思って、まあ思って入れたら走ってた。失敗した。傷が癒えない。
やべ、釣れない天気になってきた、これ。晴れてきちゃったよ。もうちょっと大したのかな、なんかちょっと表層こそ綺麗だけど、つなぐとすぐ透明度がなくなる。もし向こう行ってみよう。よし、取り返してないけど。半分になっちゃった気分だな、これ。まだ取り返してたんですよ。え、もう一匹釣ればチャラか。そうですね、もう一匹釣って足せば二匹の合計で、あの一匹になるじゃん。なね。まあでも普通に考えたらもうナイスピッチですよ。はい、カバーで、カバーってか薄ゴミだね。はい、サンキュー。そんなわけねえんだけど、すぐ60かってよぎっちゃう。一発目からあのサイズ見ちゃった。はい、そうなんですよ。まあでもいいです。スキッピングでこの奥入れて、まあ落ち葉がね浮いてて、あの溜まってるんで、その上滑らせてゆっくり、最初は多分ね落ちてなかったんだけど、そのままちょっとちょこちょこやったらスーッて落ちた瞬間にグッと入りました。いいパターンな気がするな。ちょっと水切れだしね、やっぱりね、こういう遮蔽物がしっかりこう覆ってるところの下がいいかもしれない。30後半ぐらい、一本釣れました。マジっすか。普通に信じますか。頑張ってください。110% 信じたね、俺今。58センチ。水が綺麗だね。シャットにしてみようか。日向だし、日向だし、はい、ありがとう。あ、葉っぱボイルしてたね。なんだこれ、超低い。おーい、
こんなサイズが。いいです。解説動画を撮っていましたらボイルしたので前の網のジュゲット投げたら釣れました。以上です。それなら元気だね。でもね、でも夕方だから前田の 0.9 のベスパ、はい、やべえ、もうあと1時間だ。あれ釣ってる場合じゃないよ今日は。よし、もうちょっと上行こう。え、また一生出てくる夢に。トラウマをトラウマで書き消すから。トラウマの上書きだよ。終わりか。はい、お疲れ様でした。悔しい限りです。あんまバラしなかったのに最後の最後にバラすということで、来年はバラさないようにいきたいと思います。ということで、まあ今日はちょっと大きいの狙って、まあ、いつものね、まあ、神山のちょっと数釣るような、まあ、数釣る人もそんな釣れないんですけど、まあ、釣りからちょっと離れて大きいの狙っていきましたが、かすっただけかな。はい、ということで、まあ、また来年チャレンジしたいと思います。はい、ということで、今年1年間ですね、まあ、毎週毎週、まあ、ちょっとネタ切れにもなりながら、まあ、その分ね、実調を増やしたりして、やってきたんですが、また、まあ、釣りするとこいっぱいあるんでね、また来年犬のとこに行きたいと思います。ということで、今年1年ありがとうございました。来年もね、頑張りますんでよろしくお願いいたします。よいお年を。